はい、皆さんおはようございます。ジョイゼルさんです、今日もですね、阿蘇大明神竹岩龍野命の足跡をたどる旅ということで、今現在延岡から、五ヶ瀬川沿いに、登ってですね、熊本に入ろうと思います。前回、前々回ですかね、ちょっと釣り道具がボツになってるかもしれないので、その時は前回ですけども、竹谷龍野命阿蘇大明神はですね、山城の国宇治から、九州を治めろという命令を受けて、宮崎に来て、宮崎神宮を建てたと。でそこから北上して、延岡に、入っております。で、文献によるとそこから五ヶ瀬川に沿ってですね、熊本に、入っていって、熊本の大和町あたりに一旦落ち着くという、話ですので、まずは、そこを走っていこうと思います。国道218号線ですね、有料道路、有料じゃないのかな、まだ、そこを通らずにですね、この川沿いに走っていきたいと思います。非常にですね、この先ちょっと田舎側に入ったところが非常にいい道なんで、とても好きなんでですね、今回楽しんでいきたいと思います。今朝の釣りのことは忘れたい。はい、国道218号線、五ヶ瀬川沿いですね。いやー大好きなんですよこの道、多分過去の動画でも何回か行ってると思うんですけど、本当大好きなんですね。高速無料区間でですね、延岡北までだったかな、延岡あたりまで行けるんですけど、僕いつもこっち通ります。もう本当好きです。景色もいいし道もいいしですね、で車通りも少ない、高速通ってですね、なおさら車少なくなりましたんで、本当いいです。うわー、もう見てくださいこれ、もう本当いいですよ、いい景色ですよ。でここをですね、阿蘇大明神も登ったんでしょうね。やっぱ船ですかね、当時陸路があったかどうかわかんないですけどね、まあ、高千穂とかあの辺の考えたらかなり船使ったんじゃないですかね。いやーでも素晴らしい、本当いい道、もう大好きですわ。ちょっと熊本から遠いのはですね、ダメなとこなんですけど、ダメじゃないけどおーおー、これも綺麗、いやーすげえな、やっぱもう絶景の連続だなマジで。まあこういう川とか山とか嫌いな人には何でもない風景なんでしょうけどね、僕はもう大好物なんですね。おっとっと、こっから東半車線か、後ろは来てないね、よしよしよし。はい、国道218号線青雲峡ですね。何をもって青雲かは分かりませんけど青雲峡です。でちょっとあそこの道の駅青雲峡でちょっと休憩していきましょう。だいたい1時間ぐらい走ったんですかね。青雲、それは触れ合いの心、いつか見た希望。青雲、それはあそこ、よいしょしょ、ここに止めていいのね、よいしょ。はい、道の駅青雲峡でですね休憩して、それでうちのお袋へのお土産、まあ、長ネギですけど買いましたんで進もうと思います。あ、宇野子の滝ねいやちょっと、空目しましたまあ分かると思いますけど、うんこの滝でと思って一瞬びっくりしましたちょっと今度行ってみよう、宇野子の滝ね、宇野子の滝。ここから4キロぐらいか、ちょっと今回はテーマが違うんで行かないですけどね。はい、熊本入りました、大和町ですね、これでですね阿蘇大明神も、熊本に入ったということで、まずはですね、熊本、大和町でですね彼は、御嶽山、まあ御嶽山かもしれないし、おっ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 
気を取り直して、そこでですね、しばらく逗留するわけです。でそこで、まずはですね、自分の祖先っていうのかな、祖先、まあ祖先ですね、ご先祖様であるアマテラス大御神で、おじいさんである神武天皇、そしてお父さんである、神合の耳の御事という、3人のですね、神様を、まあ、お祭りする神社を作っております。それがですね、今から行く男成神社というところですね。はい、国道218号線からですね、男成神社へ行くのにこちらを右へ曲がっていきます。この人は向こう行くのか、向こう行くんだね。はい、右入りました。もう多分誰も行かないような道ですね。この先をちょっと右に、ちょっと大丈夫かこれ、後ろ来てないよね。来てないの確認していかんと、これはかなり大回りで回らないと怖いぞ。その後はあるからな。なんだ、大和フットパスなんかあんのか。はい、僕が行きたいのは男成神社。あー、なんか神社っぽい入り口がある。よし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 、はい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 、よし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 、はい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 、おお、すげえ雰囲気あるとこだ。わ、結構立派。すげえすげえ。はい、男成神社意外とでかい。うわー、そして意外と高え。うわー、ちょっとヒュンってする、ヒュンって。何がとは言えないけどヒュンってする。よしよしよし、こんにちは。よいしょよいしょ。はい、男成神社ですね、大和町です。最初にですね、熊本に入って最初に竹岩辰野巫女と阿蘇大明神が作った、神社ですね。祀ってるのはアマテラス大神、神武天の、神合の耳の御事です。はい、というわけで平立宮へ向かいたいと思います。行きに来た道と違いますけど、地元の方がですね、ちょっと話しかけていただいて、ここまっすぐ行くと国道に出るよと教えてくれたんでですね、こっちから行こうと思います。こっちの方が早そうだな本当に。はい、というわけで男成神社でした。でまた、国道218号線を宮崎方面に戻ってます。でこの先に平立神社があるんでですね、平立神宮か、まあ、どっちでもいいんですけども、そちらに行きたいと思います。阿蘇大明神はですね、五ヶ瀬川登ってこの男成神社、この辺に来たりしばらく逗留してるんですね。でその時に、やった行いとかですね、いくつかの地名がついております。それちょっと細かいんですね、その辺まで書かないんですけれども、調べてみると面白いかと思います。あと方向的にですね、多分この右側五ヶ瀬川からですね、こっちの山を越えてここに入ったんだろうと思います。で次にこの平立宮行って、今度は平立宮の先から、阿蘇に入りますんで、方向的には多分そうなるんだろうと思います。はい、というわけで次は平立宮ですね。こちらはですね、非常に霊験あらかたというかパワースポットとしても有名な、神社らしいです。で平立宮のですね、成り立ちとしては、まあ、結局男成神社、あそこ御嶽山、御嶽山、ちょっとすみません、どっちか分かんないですけど、そこから、阿蘇に向かっていくときに、平立宮のある山にこう登ったんですね。でそこから見た景色が素晴らしいということで、そこに平泊を建てます。御幣とかですね、わかりますかね、神様にのお供え物で木の先にこう
紙がついてるやつありますよね、あれの元になったやつです。多分当時はですね、あれが紙じゃなくて布とかだったりしたんですけれども、それを建てたと。だから塀を建てたということで塀立て神宮と言われております。でこちらはですね、祀ってあるのは天津神と国津神、だから日本の古来の神様、ほぼ全てですねをそこで祀ったということでございます。まあ、とりあえず行きましょう。結構ですね離れてるんですよ。車で多分15分ぐらいかかっちゃうんで、まあちょっと行きましょう。はい、というわけで塀立て宮着いたんですけど、すごいな。これはちょっとバイクで上がっていいですかって言いづらいな。ここから行けるんですけどね、ちょっと言いづれえな。はい、塀立て神宮ですね、入っていきましょう。まあ、私はこっちから来ましたけど、皆様はぜひとも下の参道から上がってもらいたい。でもこっちもすごいんですよ、見ての通りですね、こういう古いこう杉が生えてるんですよ。これ何でしょうね、こう高森どんの杉の杉もこんな感じでしたけど、こういう枝分かれした杉が生えてるっていうのはすごい神秘的ですよね。ほら、これもなんですよね。はい、というわけで塀立て神宮でした。実際もう阿佐大明神が行ってるコースは今私が走ってるんですけど、逆、宮崎側の方に若干行って真見原というところに入ってですね、そこから奥阿蘇を目指していくんですけれども、でそれで高森に入ったところでまたちょっと新たな物語があります。ただそれはですね、もう今回じゃなくて次回以降しちゃおうと思いますので、またその時をお待ちください。はい、私も随分お腹が空きましたので、カフェ218に行ってですね、お昼ご飯食べようと思います。はい、というわけでカフェ218さんで、ランチいただきました。ごちそうさまでした。美味しかったです。阿蘇大明神竹谷辰の命の足跡をたどるツーリングということで、始めました。まだ阿蘇に入っておりません。熊本には入りましたけれども、2回やってですね、やっと、熊本に入って、でこれからですね阿蘇にいろいろ残している逸話の方をですね追っかけていきたいと思います。まあなんだろう、興味がない人には全く興味がないって話だと思いますけれども、まあですね、阿蘇にもいろんな地名やですね、観光名所あって、そのいろんなところにですね、阿蘇大明神、竹谷辰の命と関係があるものがありますので、それを知ってまた来ていただけると面白いかなと思って、続けていきたいと思います。まあ、頑張りますので、多分飛び飛びになると思いますけれども、よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日の動画はこの辺りで終了となります。また次の動画でお会いいたしましょう。では